俺の名前は佐竹博文。うわー、助けてくれー。2万匹の猛毒サソリがいる水槽にダイブしてしまった普通の男だ。9月に突入したが、どこ行けば打ち上げ花火見れるかな。2丁目にあるホテル街が穴場らしいよ。季節はまだ夏って感じだ。そういえば今日駅前でお祭りか。会場には近づかないようにしよう。俺は祭りにはいい思い出がないのだ。前に行ったタイのフェスタでは、露出狂は歴殺。うわ、トイレで用を足していたらいきなり車に轢かれ、台湾で行った爆竹祭りの時は大量の爆竹で全身が焼けただれた。というわけで俺はもはや実家とも呼べる場所にやってきた。こんにちは佐竹さん、よろしくお願いします。それはもちろん職業案内所担当の安倍さんはもはや親の顔より見てるかもしれない。佐竹さん、確か英語話せましたよね。はい、ビジネスレベルであれば一応。ならぴったりのお仕事が入ってきましたよ。ほ、本当ですか。職歴が年の数より多い俺にそんな話は珍しい。聞けばそれはトルコにある工場での勤務だという。なるほど、海外勤務ですか。というか職業案内所からいきなり海外って怪しく。お給料は1年間で1000万です。1000万。俺は脊髄反射で契約書にサインしていた。そして3日後、早速俺は日本を立った。一人で飛行機に乗るのなんか変な感じだな。隣からあの甲高い声がしないと少し落ち着かない。しかし俺には一つ問題がある。何をする工場なんだっけな。説明された仕事内容を全く覚えていないのだ。1000万、ほっちー。佐竹さん、聞いてます。ただそれは高級な動物を扱う簡単な仕事だというのぐらいは覚えている。俺は不安を抱えながらも工場へとたどり着いた。よかった、見た目は普通だな。あんたが今日から働く日本人か。よく来たな。佐竹です、よろしくお願いします。この人は工場長のベルクさん。工場内に入ると俺は嘘みたいな歓迎を受けた。みんな、今日から働く日本人が来たぞ。いや、待ってました。どうも。日本人がみんな好きでな、働く態度も真面目だし、みんなの見本になってもらいたい。頑張ります。トルコはかなりの親日国、これが日本で募集をかけていた理由か。その後俺は工場内を案内されたのだが、そこで恐ろしい事実を知ることになる。これ何ですか。何って、俺たちの商売道具だ。サソリが。そう、目の前の水槽にはおびただしい数のサソリがうごめいていたのだ。しかもこれは世界一毒性が強いというオブトサソリという種。ちょっと近づいただけですごい威嚇してる。気をつけろよ、そいつらは獰猛で刺されたらひとたまりもねえ。ちなみに死亡例もある。聞けばこのヤバい生物がこの水槽に2万匹いるらしい。一体サソリが商売道具とはどういうことなのか。ここがこの工場で最も大事な部屋だ。瓶がたくさん、これ何ですか。オブトサソリの毒だ。毒ですか。そう、ここはサソリの毒を抽出し販売するための工場だったのだ。オブトサソリの毒は世界で最も高価な液体と言われている。この瓶1個で 3.8 リットル。それで40億円の価値がある。40億。さすがに嘘ですよね。マジだ。思わず疑ってしまうほどの金額だ。この毒がそこまで高価なのにもそれなりの理由がある。1匹から一度に採取できるのはたったの 2mg。 しかもまた採取するまでに3週間はかかる。 3.8 リットル貯めるのには果てしない時間とかかかりそうですね。さらには手作業でしか採取が難しく。いだー、おい、蜂の先輩だぞ。もし刺されたら激痛とともに最悪の場合死に至る。そんな様々なリスクを抱えているのがこのサソリ毒ビジネスなのだ。それで俺は何をすれば。もちろん、ただひたすらサソリの毒を絞ってもらう。ですよね。大丈夫かな俺。正直この時点で嫌な予感がビンビンだ。ちなみに抽出した毒液は主に医療現場で活用されている。癌細胞の死滅を確認、これがうまくいけば副作用なしの抗がん剤になるぞ。他にも化粧品や鎮痛剤、抗マラリア剤の開発に役立てられているんだ。へえ、すごいんですねサソリって。
サソリの毒には様々な分野で無限の可能性が秘められているのだ。その日から俺は1日12時間黙々とオブトサソリの毒を絞り続ける生活が始まった、手順はまず水槽からバケツにサソリを移す。怖すぎる、頼むから刺さないでくれよ。そしてピンセットを使い一匹一匹毒を絞り出していく。単純作業ではあるが、常に死と隣り合わせという緊張感が張り詰めている。そう怒るなよ、痛くはしないから。刺されたらしい、刺されたらしい。これを12時間ぶっ続けば地味に精神に来る。そんな生活を始めて2週間が経った。最近大雨が続きますね。昨日から洪水警報も出されてるが、まあ大丈夫だろう。さてと、今日もおしぼりさせてね。この頃には恐怖心もなくなり、スピードもだいぶ上がってきた。そして午後3時を過ぎた頃、佐竹さん、おやつにチョコ作ったから食べて。お、ミリーさんの手作りチョコですか。愛情たっぷりよ、溶けないうちにすぐ食べてね。わかった、ありがとう。親日家のミリーさんとも随分打ち解けてきた。不意にこんなことされたら、くだらん妄想まで抱いてしまう。手作りのチョコくれるなんて、もしかして俺に気があるんじゃ。まあ現実はそんなことはなく、ベルクさん、お一つどうぞ。ぐー、しっかり全員に配ってる。だがこれが恐ろしい事件の始まりだった。それから30分が経過した時だった。かわいいサソリちゃんたち、おいで。俺がサソリを水槽からバケツに移していると、う、なんだこれ、大丈夫ですか。前にいた作業員が突然倒れたのだ。さらに他の作業員も次々に倒れていくではないか。誰か、ああ、おいおい、嘘だろ、何が起きてるんだ。明らかな異常事態、すぐに工場長に報告しなければ。そう思ったのだが、俺も例外ではなかった。まずい、意識が急に。たちまちのうちに目の前が暗くなっていく。待て、ここで倒れちゃダメだ。それもそのはず、俺の目の前にはサソリの水槽があるのだから。しかし俺の体は一切言うことを聞きやしなかった。うわ、ダメだ。俺は2万匹の毒サソリがいる水槽に頭からダイブしてしまったのだ。うわ、完全に意識を失ったらダメだ。起きろ、俺。改めて言う、ここは世界一毒性が強いサソリが2万匹いるのだ。すると次の瞬間、突き刺すような痛みが体に走った。うわ、助けてくれ。不幸か不幸か、その刺激によって俺の意識は少し戻った。ここぞとばかりに脱出を試みるも、またすぐに力が抜けていく。もうダメだ。その時だった。なんだあれ。突如濁流が工場内になだれ込んできたのだ。直後、濁流によって俺は水槽ごと押し流された。謎の混沌と突然の濁流に当然理解は追いつかない。誰か助け。混沌の中で俺の意識は闇に落ちた。この時俺の体内ではこんなことが起こっていた。赤コーナー、アブトサソリ。俺様の毒でこの体を乗っ取ってやるわ。青コーナー、発火球。この体は俺が守る。レディーファイト。ドゥラサソリだけに、サソリ固めじゃ。強すぎ。勝者、発火球。その時、俺は病室で目覚めた。うわ、ここは。よかった、目覚めましたね、佐竹さん。サソリに7箇所も刺されていたのに、こんなに早く目覚めるとは、とんでもない発火球をお持ちですね。あ、ありがとうございます。そんなことより、俺は7箇所も刺されていたのか。その後、医師から一連の出来事が説明された。あの工場で配られたチョコレートに毒が仕込まれていたみたいです。チョコ？でもあれは従業員の女性の手作りで。ですから、その女性が毒を仕込んだのです。そんな、なんでそんなことを。聞くと彼女は全員を混沌させて保管されてある毒液を盗もうとしていたという。しかし突然の濁流により計画は失敗。くそ！お前を逮捕する、さっさと乗れ。くそ、あとちょっとで億万長者だったのに。駆けつけた警官により逮捕されたという。
ちなみにこのような事件が海外ではたまに起こっているという。飴をいただいたからみんなに配ります。はい。先日もニュージーランドで毒入りのキャンディーが慈善団体に寄付され、苦しい、助けて。それを食べた3人が犠牲になってしまったという。俺はその後2日の経過観察を終え日本に帰国した。はあ、やっぱり俺に一攫千金は向いてないな。命があるだけマシだけど、ちゃんと地道に金を貯めることにしよう。毎回言ってる気がするが。今回の動画はここまでだ。俺は次の旅の準備をする。